認めたことにして。あんま食べないようにしようと思ってっていうのもあるんですけど、朝急いで食べれなかった。あの緊張するんですけど頑張ります。シチュエーションが可愛いなって思いました。追うより追われたい方なんで告白されたいです。ジェットコースターとか大丈夫？大好きです。もう本当に大好きですよ、ジェットコースターは。全然乗ってもいいですよ、むしろ乗らせてください。本当にバンジーとか飛んでみたい。お化け屋敷とかそっち系は多分嫌になるんですよ。いや、そんなに怖くはないんですけど、なんか絶叫系のアトラクション的なのはいいです。 SKE48 伊田さんです。よろしくお願いします。楽しそう。本当に気持ち悪くなっちゃったら何回もできないんで気持ち悪くない、なる前に OK になりましょう。はい。遊園地来るの本当に久しぶり。楽しいよね。うわー、最高。よし、じゃあ行け。体格で。体格と39秒。お、いい感じですね。いい感じですか。はい、楽しい。久しぶり。楽しいですね。本当最高。ジェットコースター大好きなんだよね。いいじゃないですか。すごい。いい感じ。楽しそう。じゃあ、藤田さん、チェックして。ソフトクリーム食べたい。遊園地ほんと久しぶり。いやー、もう楽しいよね。ほんと最高。よし、じゃあ行くよ。高速回転。ふう、イエーイ。ねえ、聞こえる？あのさ、今一番回った気がします。あ、またすなんかまだ結構回ってる。ジョンケです。ありがとうございます。楽しそうだったですね、もう自分が。ありがとうです。カット。以上になります。撮影ムービーシーン以上になります。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、よし。さあ、はい、手離すとどうなる？よし。そう、よし、よっしゃ。立て、立て。あー、
う緊張しました。でもあのティーカップがすごい楽しかったです。ぐるぐる回してとにかく楽しんでるんで、どれだけ楽しんでるか見てください。あー須田あかりさん、いや釣られどれだけ釣られるか釣られてやろうじゃないか、いやって感じです。はい、私都築里香を選んでくださって本当にありがとうございます。いやちょっといろいろ照れくさかった部分もあるんですけど、いや新しいいつもと違う里香を見ていただけたんじゃないかなと思います。これからもよろしくね。ピオス、バイバイ。あでもちゃんと毎日欠かさずメールとか電話はしたいです。なんかしてちゃんと連絡を取り合うようには したいです。かまってほしいです。なんかお兄ちゃんが2人いて末っ子で、あなんで多分その尽くすとか多分できないんですよ。もう甘えてきて育ったんで、だからかまってほしいです。お兄ちゃんみたいなこうお兄ちゃん的な感じの優しく包んでくれる感じでかまってもらいたいです。引きます多分。てか個人的に恋愛より友情を取る方なんで引きます多分。あの歩道を歩いてる時にさっとこう何も言わずにこう自然に車道側に来てくれたりとか、そういうなんか心配りが見えたらすごいキュンってなります多分。そういうまああのずっと携帯をいじってるのがちょっと嫌だなって思います。喋ってる話してる時でもなんかずっと携帯いじっててっていうのはなんか嫌です。